もう一曲弾けたらいいなと思うんですけど、今まで多分弾いたことがない曲だと思うんですけど、あの総選挙の時に元広島県代表の谷ゆりちゃんがすごい歌ってた曲だと思うんですけどそうなんですけど、その歌を歌えたらいいなと思います。それでは聴いてください、夜風の仕業。すごい自分のことのように喜んでくれてて、この曲を歌えたらいいなと思ってたんで、こうやって機会ができてよかったなと思います。はい。